天才ピアニストの深夜おでん。はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。今日も差し入れありがとうございます。ありがとう。ブタブタ隊長さん、おいしい棒元気の玉。ブタブタ隊長さん、ありがとう。カレイハルカさん、おいしい棒さん、コーヒーさん。カレイハルカさん、ありがとう。緊張、ちゃう、緊急時発症ということで。緊急時。時ですね。なるほど、緊急時。清水マス南アフリカさんからね。緊急時発症。時が発症してます。清水南アフリカまでが名前ですか。そうです、はい、ややこしいですね。コーヒーとおいしい棒ありがとうございます。ありがとうございます。みずほさんからおいしい棒3と元気の玉3つ。みずほさん、ありがとう。加瀬井ソーダさん、元気の玉。加瀬井ソーダさん、ありがとう。カツオさん、コーヒー。カツオさん、ありがとう。黄昏ホームさん、コーヒーおいしい棒。黄昏ホームさん、ありがとう。猫ナースさん、おいしい棒6。猫ナースさん、ありがとう。おじゃがちゃんから元気の玉。おじゃがちゃん、ありがとう。東のお母さんから元気の玉とおいしい棒。東のグランマさんじゃなくて東のお母さん。そう、ゲシュ太郎さん、おいしい棒元気の玉。ゲシュ太郎さん、ありがとう。山田太郎さん、おいしい棒コーヒー。山田太郎さん、ありがとう。ゴリアンさん、元気の玉、おいしい棒。ゴリアンさん、ありがとう。カンちゃんさん、元気の玉、おいしい棒。カンちゃん、ありがとう。そしてうんこ会は外れないのよさんからおいしい棒と元気の玉。うんこ会は外れないのよさん。確かに外れないけど、ほんま。さあ、あやさんからお便りありがとう。初めてメールを送らせていただきます。ということでありがとうございます。はい、前に、うん、好きな男性の髪型についてお話ししていたと思うんですが、はいはい、私は男性のロン毛がめちゃくちゃ好きです。ちょっとボサッとしたワンレングスのセンター分けのロン毛で、うん、何かするときに緩く結んでたりするとめちゃくちゃグッときます、はい、ですがロン毛の男性にまともな人はいませんそのせいで散々な目に遭い続けています、うん、なんとなく髪型でこんな人なのかなと思ってしまうのは私なんだけなのでしょうかということでね。でもまあもうあやさんの統計上やっぱもうろくなやつおれへんと、うん、なるほどな。でもっていうことはさ、あやさんはさ、はいはい、ロングヘアの男性が好きでその人をゲットできてるっていうことやからね。そういうことっすわ。それ素晴らしいよね。確かめて、うん、でやばいな、やばいやつしかいてないな、まあ、そのめちゃくちゃ偏見やし、はいはい、全員ロン毛の男性が全員そうでないことは分かってほしいんですが、もちろんそうですよ、もちろんそうですよ。やっぱりそのロングヘアの男性ということはおそらく割と自由なお仕事をされてるのかなという印象やね。はいはいはい。言ったらそのまあ営業とかやったらあんまりね、一般企業で働いてるサラリーマンの方やったら、はい、やっぱり基本的には黒髪短髪っていうまあなんとなくね印象的にね規則みたいなのがありそうな気がするのよ。だからその自由人的な、うん、あんまりその縛りがないお仕事、はい、という方が多いんちゃうかなって思うから、はいはいはい、そのなんやろクリエイティブやったりとかなんかクリエイティブなイメージですよね。こう音楽されてたりファッション系であったりとか、そうそうそう、まあ、美容系であったりとかね、うんうん、なんかそういう、まあね、ちょっと個性的な仕事をしてる人が多いのかなっていう。はい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 、はい、だからまあ時間とかもバラバラであったりとか、はいはいはい、っていうのでちょっと癖ある人が多いんかなっていう。多いかなという感じ、ね、うん、規律正しいというよりかは、はいはい、うん、っていう感じですかね、はい、でも確かにまあ身なりですごくその人の性格が現れてるというか、うん、なんかヒゲとかもね、うん、あの心理学的にっていうんでしょうか、私あの見たことあるんですけど、うん、はい、まあ、あのヒゲを伸ばしてる方っていうのはすごく自己愛が強いというか、うん、ナルシストの方が多い。ナルシ、うん、でまあまああのねすごく似合ってる方もたくさんいるけど、うん、やっぱり見ていくと、うん、まあまあ自分好きそうな方多いというか。そうやな、やっぱりこうヒゲも手入れが必要ですから、そんだけね、うん、こう自分のこの身なりにしっかり時間をかけて、うん、そしてヒゲを伸ばすっていうのはわりかしまあどうなんですかね、男じゃないから分からんけど、うん、ちょっとハードルが高かったりもしないですか。なんか汚くなりがちやし、はい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 、なんでお前は伸ばしてんねんみたいな、うん、なんていうかやっぱこう何にも自信ない人は伸ばすすのちょっとむずいんかなとか。だって一歩間違えたら不潔に見えかねないもんね。そうそうそう、でそう思ってること多いし、うん、私はどうしてもやっぱね毎回言ってますけど、ヒゲを伸ばしてる時点でちょっとすいません、なるほどな感じなんですよね、うん、どうしてもヒゲな、うん、私でもさのそんなにめっちゃヒゲ苦手ではないんですけど、はいはいはい、苦手ではないですが、はい、めっちゃ整えてる人苦手やねわかる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 、ハグリッドみたいなのも嫌やけど、いやいやいや、それでいや、振りすぎや。ハグリッドみたいなのも嫌やけど、そのあれはどうですか。振り切れすぎや。あの阿部寛さんとかはどうですか。結構整えてらっしゃるやん。なんかトリッキーな感じでやってらっしゃる時もあるやん。だから堀内孝雄さんぐらい整ってんのはちょっと。いやいや、誰を吊るし上げてんねん今よ。サンキューと言われても。サンキュー、まあ成り行き正しいですけど。正しいよ、絶対歌はんねんからさ。サンキューってあかんのかいな。歌聞いてもらってサンキューって言ってるの、ね。そうや、こっちがサンキューのところ、向こうが。サンキューやからね。言うてんねんからさ、あかんのかいな。
いや高尾さんぐらい整えてるのはやっぱりちょっとだけなんか笑ってまう感じが、ちょっと面白みが勝ってまうやな、ピエトロ感がある。あれだね、来るよりピエトロ感っていう言葉なんかないのよ。え？やっぱピエトロ感あるじゃん。わかるけど、わかるけどな。はいはいはい。ピエトロ感は否めへんな。それ整えすぎてね。ピエトロ感があるとちょっと男性として見れないってことでしょ。うん、なんかちょっとあの、うん、うわっと、あごめん、まあ自己愛がもちろん強いなるしやと思うし、はいはいはい、ピエトロ感が強いことによってちょっとだけ笑いそうになる。なるほどな。うん。はいはいはい、それはちょっとわからんでもないな。そうやね。ヒゲイコールワイルドかっこいいっていう概念をが、はい、の超えちゃうというかね、はい、整えすぎてると。はいはいはい。うん。武将ヒゲぐらいのね、あんまり整えてないぐらいが私は好きですけどね、生えてても。あ、そうですか。そんな嫌じゃないんですけど。はい、うん。毛量だからハグリッドだってダンブルドア。いや、あれですか、あんなんケンタッキーぐらい。ヒゲにカンガルーの赤ちゃん隠れててもわからんぐらい生えてるやんけ。いや、カンガルーじゃなくてもわからへんわ、ほんまに。なんでカンガルーの赤ちゃんで限定やねん。潜り込むといえばカンガルーかいな。そうあ、そうですか。ケンタッキー生えすぎやろ。ケンタッキーは生えすぎか。カーネルやろ。あかんのか。カーネルさんは白すぎやしょんで。そうな、ヒゲ、そうやな。あれぐらいっていうのがな。髪型もでもな、でもセンター分けしてた人もやっぱりどうですか、うん、男性これはやっぱ自信あんのかなって思ってもらうのはセンター分けもな。分かる分かる。センター分けのメンズはね、うん、自信ありそうやな。自信ありそう。ほんで横サイド刈り上げめっちゃ短くて、はい、上になんかね、うん、よく IT 企業の社長とかこうビジネシーな人がやってるけど、はい、上は長くて上がジェルでカチッて固まってるみたいな、はい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 、結構その横と上の長さにむっちゃ差ありますみたいな、うん、もう横はほぼ坊主ぐらいまで刈り上げてて、そう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 、で頭に分け目のところにチャンピオンロード入ってる人でしょ。あれなんか性欲強いな。あれなんか性欲強 いやジェルで固めてる人性欲強いわ。何やろな、あれジェルに精力剤入ってるじゃん。頭皮から浸透しとんかやれ、うん、血管に入ってやっぱそういう欲がないと頭部を手からそうと思わへんのじゃん。あれさ、あれどうなんですか、あれ好きな女性いてるんですか、あれは男が満足しとるだけやろ。いや、かっこいい人おるよたまに。いや見たことない、おる。いやいてるいてる、あほんま。大概そのね、あのギラッチばっかりやけど。いやギラッチすぎんねん、あの髪型。でしかもさ、してくれや、ちょっと IT 系の社長っぽい人がね、はいはいはい、そういう髪型多いじゃないですか、はい、で紺のスーツみたいな着ててね、はいはいはい、で私服絶対あれやな、スウェットのピタッとした、もうええやねんあれ、でマリアやねんあれ、蛍光カラーのスニーカー履いてるな、スニーカー履いてるキャッチの兄ちゃんか、うわな、金持ちかどっちかのな、ね、なんであんなことなるんでしょうか。決まってもギラッチユニフォームあんのあれ、ね、あんねあんね、あれもうそういう専門店があんねん、専門店、ギラッチ専門店、足しげく通うな、そういう系ギラッチストアがあるんやな。ギラッチストアがあるんですよ。いやたまにいてるよな、かっこいい人でも。まあえあれどう、丸坊主は好き、足意外といけます。あそうか、はい、丸坊主もあんま好きじゃないな。丸坊主ね、本来結構無理やったんですけど、はいはいはい、付き合った人で足丸坊主の人いてたんですよ。はははいけるようになりました。だってさ、丸坊主ってさ、うん、まず なんとなく、うん、あの野球部っていうのが消し去られへんねんか、はい、私野球部もうほんまごめんなさいね偏見まで、はいはいはい、野球部の男性のことあんまりなるほど、ね、なんかこうグッと来ないの、はいはいはい、だからサッカーとかバスケとかってことで、まあサッカーもあんまりなんですけど、うん、そダンバレが一番いいねんけど私。あバレー部なんとなくダンバレとか、うん、あのハンドボールとか、まあでもソロもあるかもな。私は野球が好きやから。あはいはい、なるほどね、うん、野球好きやから別に坊主大丈夫。私実際その子もずっと野球やってて、社会人野球もやってたから、うん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 、全然そこの抵抗はなかった。オッケーってことで、うん、だからといって坊主が好きというわけじゃなかったんやけど、はい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 、まあ別に許容範囲っていう感じ。でもさ坊主に、うん、まあ、坊主はまあ言ったらちょっと高校生年の可能性もあるやんか、うんうん、もうLINE入ってたら無理やろ。無理、絶対無理、絶対無理やろ、うん、どんなに性格良くても LINE は意味わからん。 LINE は嫌やな。なんでなん。でも一時、まあ今ちょっとあんまり減ってきたんかもしれんけど、一時流行っとったよな、あの、うん、EXILE のやっぱアツシさんがさ、坊主、はいはい、金髪坊主にしてあのチームがね LINE 入れたでしょ、はいはいはい、あれアツシさんやからいいね。そうやね。いやアツシさんでもギリちょっと思うところアツシさんで思うところあれにやったら誰も無理よ。せやねん、発揮し言うて。そうやで、はい
無理っすね。エグザイルで思うとこあんねんから。あのさ、うん、髪色、マスさんはさ髪色めっちゃいろいろやってたよ、ね、はい、そ男性の髪色どう？髪色のほんま明るいこと言うたら黒、黒がかっこええのよ結局ね。ほんま黒やけど、全然いけますね。え？カラーでもあれやで、そう例えばその赤とか緑とかは、うん、あそういうの無理。あ、ダメ。普通のブラウン、ブラウンな。あ、金髪もな。ニコニコこうちゃん赤やで。いや、ニコニココウちゃんは好きやねん。ニコニココウちゃん好き。ファンファールと熱狂の後輩ね。ファンファールと熱狂っていうコンビのニコニココウちゃんは 赤坊主やねん。桜木花道みたいな。ニコニココウちゃんは好き。え、ニコニココウちゃんやったら赤髪でもいけるってこと？いい。あ、じゃあ人によってはいけんねや。結局そうやな。でもそうやな、色だけでって言われたらやっぱりブラックか、まあ確かに、まあ、ほんのり茶色ぐらいは別になんとも思わへんけど、いいけど。はいはいはい。いやで私さ、うん、大昔にあのロンドンブーツの厚さんが赤髪されてたじゃないですか、はい、うん、私あれ初めて見た時ね、うん、深くにもやっぱかっこいいって思って、だからやっぱ人によって似合うんやったら、はいはいはい、いいんかなという。そうやねんな、赤髪かっこいいと思ったけど、うん、お母さんがその見た瞬間に、うん、うわーこんな髪色みたいな、そのロンドンブーツさんが出てきたてって、はいはいはい、うわー こんな髪色の子おんのみたいな、こんな子彼氏連れてこんといてやーって言われても、そっからもう口をつぐみましたけれども、うん、それ以降連れてくることはなく、それ以降、うん、赤どころか黒髪も連れてくることはなく押し黙ったまま29年が過ぎたんですけど、うん、でもそうやねんな、うん、人によって合ってるやな。金髪とかもそうやねんな、金髪も似合ってるといてるからな、いろいろやっぱこうちょっと色素薄い感じのね、うん、人の金髪とかかっこいいよね。そうやな、うん、でもやっぱりその金髪する遊び心がありすぎる男性はちょっと不安になるよな。なるほどな、うん、ちょっと似合ってだ、見る分にはいいね。はい、全然わかるわかる。人がやってる分にはめちゃくちゃええし、うん、おしゃれやなと思う。うん、ただ自分の近い存在ってなったらちょっと考えますね。なるほどな、はい、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？